ピアノに合うラブというのをやる。Love is real, real is fun. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be.Love is touch, touch is love, love is reaching, reaching love, love is asking to be loved.Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love.Love is living, living love. Love is needing to be ラグというね、あのまたあの私がおまわりさんの役で、ターコ犯人かターコ犯人って何やかんやとねえ、おまわりさんでね、ええ役追いかけんの、うん、そんなんでね、歌ったらしいのよ。すっかり忘れててさ、なんか歌ったねみたいな。もういつ頃かもほら分からへんのよ、マンハッタンラグって知ってる？ここでね、ちょっと変わった宝塚には関係ない。なんとスマップの歌なのか。どうする？なんかさっき何か言ってた、何か気になるとかあった？誰か支えててボタンかけ違えたかなって心配してた。大丈夫？そう？何か言ってください。 あそこ破れてるよとか大丈夫と思うんですけど、私ちゃんとボタン、あ、よかった1個で、2個やったら必ずかけ違えるもんね。それでさ、これを稽古するにあたって結構長いのよね、曲が。こんな長かった、私2行で終わると思ったのよ。そしたらえらい長くて、しかもあの前にもちろん皆さんも、もちろんよくご存知の曲なんですけれども、もう一度言わせて、スマップは5人で歌ってんのよ。だ、2行ずつ覚えたらええだけやのよ。急いで覚えるのも、この曲でね、すったもんだしちゃって、なんでこれにしたのか。でもまあこういう珍しい曲も面白いなって。そうか、心配なのよ。夜空の向こう。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。
た公園のフェンス越しに夜の風が吹いた。君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。窓をそっと開けてみる。冬の風の匂いがした。悲しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。歩き出すことさえもいちいちためらうくせに、つまらない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの。僕の心の一番奥で空回りし続ける。あの頃の未来に僕らは立っているのかな。全てが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも日々は続いてゆくのかな。雲のない星空が窓の向こうに続いてる。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。5人が並んでね、なんかその間ちょっとツッツッツッみたいな、ね、このね、菅鹿尾さんっていう人の作詞なんですけど、最初聞いた時やっぱりいやいいなと思ったのは、あそこのとこ、君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所って、と思ったのよ。その心感じるっていうその表現が、僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付ける、このね、キムタクが歌ってんねんけどさ、この歌詞すごいなと思って、これはこんな言葉出てこないなと思ってね、本当に感心して、まあだから今回歌うことだけど、夜空向こうにも明日がもう待っているで終わるかなと思ったらね、2行でそっからが長い長い、感想は2回やん。皆さんだって初めてちゃんと聞いたと思いますよ。どうしてくれんの。いやいや、そんな拍手を求めたわけやないけどね、えおかしいね。さあ、それでは皆さんご存じ、なんか鼻がズーズーしてるよ、誰か噛みなさい。噛みしまへん、噛みなさい。しょうもないね。笑っていただいてありがとう。その笑いだけが私救いなのよ。
大丈夫、まあくびしたり、あんた、くみって足しんどなってるでしょ、さっきあんた肩クックックと押さえて肩凝ってた、やっぱり肩凝る年やわ、そらねえ、大丈夫、嫁にも行けたの、おおめでとうねえ、そんなもういろんな、まさかと思う人が嫁に行けたりさ、この人は行ってるやろと思う人が行けなかったりね、どういうことやねんやろ、行くよ、パリのギャルさん。困った時には訪ねておいで、モンシェリーモナミ、可愛い巻き毛のお前が好き、ジョーレムパリの娘たちの中で一番好きさ、ジュテムジュテム、僕は気まぐれ浮気の男、そんな噂が流れているけど、ウイウイジュフモナミ、僕はパリのギャルソン、モンシェリーモナミ、忘れちゃいないよ、ハイジュテム、お前だけさ愛の心は変わらない、ジュテムモンシェリー愛しているんだよ、悲しい時には会いにおいで、モンシェリーモナミ、あれ頬の涙を僕に送れ、あのね、もっと思い切った声出して、何やそのそのしびり、なんか絞ったような声は、ジュンちゃんバシッと、そあのこの子は誰のお連れ、いくつ、7つ、あんた男の子連れてきてかわいそうやろ、こんなとこわけのわからん人見せてごめんね、退屈、寝てていいからね、ごめんね、眩しいね、もういっぺん、純ちゃん、純ちゃん、しゃあないな、ジュテムパリの娘たちの中で一番好きさ、ジュテムジュテム、酒場で踊ったあの子は友達、ほんの遊びさ、本気じゃないんだ、おいおいポンチモナミ、僕はパリのキャストモンシェリーモナミ、焼くのは怪しいよ、はいジュテム、お前だけさ夢を見るのは好きなのは、ジュテムモンシェリー愛しているんだよ、ジュテム、パリの娘たちの中で一番好きさ、ジュテムジュテム、モンマルトルでも話した通りさ、恋の気持ちは誰にも負けない、おいおいボンジュー、モナミ、僕はパリのキャソン、モンシェリーモナミ、信じてほしいよ、はいジュテム、お前だけさ似合う指輪を見つけたよ、ジュテムモンシェリー愛しているんだよ、パパ、ありがとうございます、今久しぶりやで声出してジュンジュン、
ここはうちうちやからどうぞ皆さん好きに叫んでください。他の言葉でもいい、ガーッとかもうここで思い切り叫ぼうかみんなで。でも異常集団やと思われるからやめとこう。時々発散した方がいいから。ここだけはもう変です。君その笑顔はほら素晴らしい愛の女神のよう、とてもよく似てる。アムール、それは君、どこから君は来たの？遥かな星の国から。愛の女神を星の国へ一人訪ねて行きたい。愛を見つけたその日、僕の命は光にあふれ、震えながら僕の女神を抱きしめた。アムール、それは君。愛は君のよって、そしてこの歌詞は横澤秀夫先生が、その随分駆け寄せの頃ですけれども、ショーの中のあれでこの曲を覚えがないねんけど音たんやろか、歌詞がその横澤先生のね、いろんなこの曲も歌詞があるんですよ。前言えと一緒でね。大丈夫かい？見えちゃってごめんなさい。何にもできへんねん。書くこともできへん。書いたろ。ここやね。ポリ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 。すんません。気楽な不安の会ですので。止まった声の、うん。今日はなんかとりあえず並ぶってんやけど、お席が自由っていうことで。本当に早めに来てくださった方は前に行って、名古屋のね、名古屋の方で随分長いことね、待っていてくださって、まさか嫁に行けないと思った人がいたの。どうかさようにと思って。それではね、かつて愛した女性たち。人生はいつも移ろう風だと、そっと耳にささやいてたあの日の人よ、わかっていたんだね。年上の君は大人として生きることの悲しみまでも、人は巡り合い愛しながらやがて別れてゆく悲しい風だね。それでも二人の
心のアルバム開けばまた蘇るよ愛しい日々がいつか会えたなら君を抱きしめて大人として生きることの悲しみ語ろう人は巡り合い愛しながらやがて別れてゆく悲しい風だね過ぎゆく季節を追いかけてみても時はすでに風のように移ろってゆくいつか会えたなら君を抱きしめてありがとうの言葉だけを捧げたい、うん、うわーこんなにいただいてなんか皆さんどうしたらいいの感謝デーがぐちゃぐちゃにありがとうございました反対にそれではねもうこれ用意してるの次の曲だけなんですけれどもブーってしちゃダメでしょ、もう4時過ぎで1時間半ぐらいやっちゃって曲はね、いくらでもしたいけどさ、喋り続けようか、喋るの曲は何がいいかな、何の話あまりにも劇団の頃だったもんね、あれやこれありすぎても失敗の話ばっかり浮かんでくるからねもうちょっと違う話もね、この間福岡のカホ劇場っていうところにチャリティーで行ってきたんですけどそのチャリティーっていうのが津川さんから突然グランパパの袋が届いてですねこういうカホ劇場がその災害で水害ですごかって全部潰れちゃってて皆さんでって芸能界の人に声かけてるっていう感じやったんですけどまあそのカホ劇場は今潰れてるんだけどその飯塚市の、ね、体育館で芸能人の方のチャリティーの品々を3回にわたってオークションで参加は行ったが一泊止まりで福岡行ったんですけどもうそれはそれすっごいもうこの日本中の有名人がこう出品したと言っても過言ではない、もうどの名前見てもってびっくりするような方々も。それで1日目はその中村玉緒さんとさんまさん、豪華なメンバーで私一人なんかちょっと、なんかって、ただ誘われたから来たもののって、西田敏行さんに、緒方健さんに、玉緒さんに、さんまさんに、津川さんでしょ、そこにはまらなあかんかって辛かったの。でも、まあ、お役に立てればということでオークションして次の日はおねりって言ってそのみこしっていうのかなみこしなんとか台に乗ってそれ担いでくれはんのに乗ってですね飯塚の商店街をこう練るっていうのをおねりっていうのそれ乗っかしてもらっても2台で1台は津川さんと中村勘九郎さんでこちらの笹野隆さん昔笹野さんと長門博之さん、津川さんのお兄さんと3人でご挨拶、時ところどころご挨拶したりしてで、また体育館に戻ってまた売るのよもう津川さんさんも前から行ってて疲れ果てもうほら、いろんなことに加わってはるからもうあかんわって感じもう笹野さんとじゃあもう2人でやりますからはい、もう一声、もう一声もっととか言ってもう体育館やから何千人津川さんは私全然知り合いでもないし付き合いもない前にテレビで夫婦の役はしたんだけど私も思い出しても何のやどういうセリフでどうしたかもうほんまにひどい芝居やったと思うんですけど
年に一度ジェームス・ミキさんのディナーショーがあるんですよ。私もそれご恩があるからいろいろとね、映画に出していただいて、テレビで呼んでくださったりして、やっぱご恩があるから私も義理がたいんですけれども、行って2曲ぐらい歌わせていただくの。その時必ず津川さん来てはんねん。で、黒柳徹子さんも。それで多分津川さん、その毎年私がそう出てるから、なんとなくこの人も言ってみようかみたいな感じやったとは思うんですよ、そういう流れやと思うんですけど、まあそういうことで突然テレビでなんか映ってしまって、知らんかったんけども、ワイドショーでちょっと映ってったってんで、とか思っても、なんか気恥ずかしい感じで、NHK で、あ、そうですか、見られました。こうしてね、辞めて23年を経てね、なんかこうして、見てくださった人、何か忘れないで、こうしてここに足を運んでくださってること、本当にありがたいし感謝しております。本当に時はね流れます。最後のマジック疲れたっていうか、なんか皆さん、なんか家族にね囲まれているような感じ。それでいいの？欲しかったものですから、丘の上のジョニーでお別れします。溢れる思いをみんな
ぶつけたい。わっと声を上げながら坂道を駆け下りる。ありがとうございました。奥村徹君でした。